ジャッジ永瀬達郎、同じく和田良学、同じく高津正義、レフリー勝本剛。第6試合 K1 甲子園2016高校生日本一決定トーナメントアンダー55キロ決勝戦。この戦いは2分3ラウンド延長1ラウンドで行われます。赤コーナー大阪府枚方渚高校2年、対する青コーナー東京都立大山高校3年、郡司海斗、椿原と郡司。中村さん、はい、この2人実は昨年も戦ってるんですよね。そうですね、昨年対戦した時は椿原選手勝ったんですけど、かなり、ね、延長までもつれる接戦だったんですよね。なので決勝のね、本当にこの最高の舞台で軍勢がリベンジに、椿原選手はね優勝を目指して戦う試合ですね。はい、さあ今第1ラウンド2分間のゴングが打ち鳴らされました。まずパンチからローキック、さらに前蹴り放っていったのが赤コーナー椿原達也。これが2年連続2度目の決勝のリングです。対するは青いグローブ初の決勝進出、郡司海斗です。まあ、ここまでのキャリアでいうと郡司選手は K1 甲子園の後にまあクラッシュの方でプロの試合も積んできて、はい、そこでの あの試合なので、そういったところの経験値というのは郡司選手の方が右積んできてますね。そうですね、はい、これ近い距離でも麻人さん勢いありますよね。勢いあるしスピードありますね、2人とも。ね、いや関根さん、はい、本当に若い選手ならではのこのフレッシュさ。そうです、フレッシュながらもテクニックもありますね。そうですね、今リングのセンターを取っているのが郡司海斗です。左のフック、ここも強い。椿原選手もあの去年もそうでしたけど、本当こうね、こういうまだ強い選手、高校生がねこういう大阪とかにいるんだなって思わせるぐらい、うん、はい、本当レベル高い選手なんで。そうですね、左、これはダウンです。郡司の左のフックが椿原を捉えました。K1 甲子園決勝戦は1ラウンド2のクラウン制です。さあ椿原2年連続の決勝、昨年は涙を飲んだこの舞台、早くも1ラウンド目追い込まれた形になりました。右のストレート強烈です。いや郡司はもう構わずパンチを振ってくる。マサさん、青コーナーの郡司はですね、プロとしてプレッシャーはある、ただ面白いイコールKO だと思っていますというコメントあったんですね。まあそう、やっぱあの若いんでね、どんどんそういう風に KO を狙っていってもらいたいですよね。あの若いうちはあのうまさよりやっぱり力強さとかそういうがむしゃらさの方が大事だと思うんで。そうですね、ただ1ラウンド逆にダウンを奪われた椿原、バックハンドブロー。第1ラウンド時間がありません。ここで最初の2分間が終了いたしました。関根さん、はい、1ラウンドもうかなりのっけからバチバチ打ち合ったんですが、いいですね、やっぱり2分っていうことですから、もう相手を見ている時間ないんですよね、うん、だからガンガン行くっていうね、K1 甲子園では2分というのはいいかもしれませんね。そうですね、中村さん、はい、その短い時間の中で郡司がまず1つダウン奪いましたね。そうですね、膝に左フックですかね、タイミングでね、当てたパンチだったんで、そんなに椿選手ダメじゃないとは思うんですけど、はい、まあ、このダウンはまあポイント上やっぱ大きいですね。こちらがその青コーナー、東京都立大山高校の3年生です、郡司海斗。対するが赤コーナーは大阪府枚方渚高校2年の椿原達也です。さあ第2ラウンド、ラウンド2。第1ラウンドは青コーナーの郡司が1つダウンを奪いました。さあ椿原がどう出るかというところ、ただリングのセンターを取っていこうとするのは郡司海斗。またも早くも近い距離でパンチが交錯してまいります。プレッシャーをかける郡司、左のボディからフックストレートとつなげていきます。あとは中村さん、この短い時間の中で椿原がここからどう挽回していくかですよね。そうですね、まあでもダウンを奪われた以外の場面ではしっかりこうパンチでもね打ち合って、はい、膝、はい、そんなに遜色ない展開だったんで、まだまだね椿原選手もチャンスあると思いますね。うん、まあ、先ほどパンチでダウンを奪った郡司なんですが、今回は蹴りも強化して膝蹴りローキックでも KO を取れるように練習してきたと関根さん、青コーナーの郡司は話をしてるんですね。あ、いいですね、若いですからどんどん技を吸収してね、コンプリートファイターになっていってもらいたいですよね。そうですね、
マサトさん、はい、2ラウンド目ちょっと赤コーナーの椿原手数が少なくなってるかなという印象があるんですが、そうですね、なんかちょっと慎重になったのか1ラウンドよりは左のハイ、いやでも本当にすごいいいコンビネーションですよね、あそこのパンチからハイキック前出せるってまだ高校生なんですよね、なかなか出せないですよねやっぱり若いうちからやってるからこその技なのかもしれないですね、ここも郡司すごいコンビネーション、ただ椿原も打ち返していきます、今右ストレートの後に勢い余って頭当たりましたけど、バッティングありましたね、あのレフリーが止めるまでに気を抜いちゃダメですよね、はい、まあ、ちなみにともに5歳からこの格闘技を始めているという両者です、やっぱりそうじゃないとあのコンビネーションは打てないですよね、ちなみに椿原は幼稚園の頃から父親と一緒に1日5から6時間練習きてしてきたそうです、幼稚園の頃からですか、はい、それはすごいですね、英才教育ですね、そうですね、まあ、今も多い時には6時間の練習を毎日こなすという椿原、赤いグローブです、ここで第2ラウンド終了、2分間が本当あっという間に感じます、この K-1 甲子園2016アンダー55キロの決勝戦、さあ中村さん、はい、この2ラウンド目はどういう印象を受けられましたか、そうですね、やっぱりお互いこうアグレッシブに攻撃出し合ってそんなにね、差はない展開だったかなと思いますね、うん、ただやっぱりポイント上今椿選手リード許している状況なので、はい、やっぱり3ラウンドでね、次の最終ラウンド、ここでもっとね差をつけるか、やっぱりダウン KO っていうのをつなげないと、ちょっとまたね2年連続決勝で負けるっていうのは絶対嫌でしょうからね、椿原選手も、そうなんですね、椿原は昨年決勝で最強ハルマに敗れて準優勝でした、まあ今年は最初からちゃんとベルトを狙って頑張ってきたというこの1年間があります、椿原達也です、セコンダーに選手番号です、さあポイント上では多分リードをしているラスリーファイナルラウンドです、はい、椿原達也対郡司タイト、青いグローブ郡司、赤いグローブ椿原です、右のローからストレート入っていくのが椿原、返していきます、近い距離です、振り回していく椿原、マサトさん、もうこれ椿原は行くしかないですよね、はい、そうですね、まあ本当にやっぱり2分しかないんでね、はい、高校生なんで本当に高校生らしくアグレッシブにいってほしいですよね、対する関根さん、はい、これ郡司はねポイント上リードしてると思うんですが、はい、第3ラウンドどう戦うか、そうですよね、やっぱり守りに入ると危ないですよね、やっぱり行かないとね、そうですね、最後まで KO を狙ってほしいですよね、はいはい、ここもパンチで前に出ていきます、まあ、ローキック膝蹴りという言葉郡司あったんですが、ここまではほとんどパンチを主体に組み立てているという状況です、右のフック強いフックありました郡司、椿原は前にプレッシャーをかけていきます、右のストレート、右のアッパーも出してきます、手数を増やして攻めたいですけど ね、 そうですね、ここもパンチが交錯する、右のボディから中に入ってもう一つボディ放っていったのは郡司、左の前蹴り一瞬顔が上がった、もう一つ、まあ、ただ雅人さん、椿原も下がらないですね、そうですね、まあ、もう本当に2分しかないですからね、残り30秒を間もなく切ろうというところです、ファイナルラウンド、さあ55キロ、今年の頂点に立つのはどちらの選手でしょうか、離れ際左のハイキックがあった椿原、この左の前蹴りがファイナルラウンド有効打になっています、今一瞬時間を確認した郡司、左からのワンツー、対する椿原一発逆転を狙いたい、追いかける左のハイキックからパンチ飛び込んでいくんですが、冷静なのは郡司対とバックアンドブロー、これも空を切る、ここで試合終了のゴングです、判定に入ります、2分3ラウンドを戦い抜きました、K-1 甲子園2016アンダー55キロの決勝戦、判定に委ねられます、ちなみにこの3ラウンド終わって判定で決着がつかない場合は延長戦1ラウンドが設けられております、1ラウンド青コーナーの郡司が一つダウンを奪っているという中で、さあ判定を聞きましょう、集計の結果をお知らせいたします、
ジャッジかかず29対28、青郡司一人目郡司。ジャッジ和田29対28、青郡司。ジャッジ永瀬30対28、青郡司。この瞬間うなだれたのは椿原。郡司泰斗、判定3対0、青コーナー郡司泰斗、昨年のリベンジを果たすとともに高校生最後の年 K1 甲子園アンダー55キロ優勝を成し遂げています。郡司泰斗選手に決定いたしました。中村さん、はい、椿原は2年連続この決勝で涙を飲むと。そうですね、まあ、今回はね、郡司選手は去年のまあリベンジ果たして、はい、優勝という形終わりましたね。まあ、ただ松さん、この先まだまだ長いですからね、はい、期待したいですね。そうですね、はい、まだまだ伸びしろだらけなんで、はい、優勝は郡司泰斗でした。